台風19号に関する最新情報をお伝えします。現在の台風の様子、気象衛星ひまわりから見ていきます。こちらの方を見ていただきますと、台風19号ですが、日本の東海上に存在しているわけですけども、どうも中心はこの辺りなのかなというところですね。この辺りに台風19号その中心があるような状況で、ここからですね、どうももう前線のような感じでもう伸びているようなところなんですね。ですので、だんだんと乾いてくる冷たい空気なども吹き込み始め、構造としては温帯低気圧に今移行しつつあるような状況という形になっています。で、この後ですけども、さらに北の方に進んでいくわけですけども、台風19号10日21時現在ですが、日本の東海上にあって、北北東に35キロで進んでいます。中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間速は30メートルです。11日金曜日午前9時には温帯低気圧に完全に変わっているものと見られます。ですので、ここはまだ台風、温帯低気圧、温帯低気圧となるわけですけども、11日の21時なんですが、こちら暴風警戒域がこちら表現されているわけなんですね。温帯低気圧に変わっているわけなんですけども、こちら見ていくと、特に最大風速注目していただきたいんですが、現在は20メートル、明日の朝には25メートル、明日の夜には30メートルということで、温帯低気圧に変わってどんどんとまた発達するといった状況となります。で、温帯低気圧になってくると、その強風の範囲が少し広がるということもあります。ですので、明日の午前9時の段階の風の予想を見てみると、北海道の道東エリア、ちょっとこの発達した温帯低気圧の影響を受けて、風が強まってくるだろうといった状況になりそうです。それに加えて波の方も高くなってますので、東北から北海道の沿岸部、太平洋の方になりますが、こちらの方では3メートル以上の高波、これがやってくる状況となりそうなので、この辺りには十分注意してください。台風19号ですけれども、この後温帯低気圧に変わっていきますが、逆に温帯低気圧に変わることによって発達する、それに伴って離れたところは通りますけれども、特に北海道道東エリア、この辺りでは影響が出そうですので、最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、台風19号に関する最新情報をお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。